歌川広重、歌川広重、歌川広重、完成九年、1797年安政五年九月六日、1858年10月12日は、江戸時代の浮世絵師。本名は、安藤茂上門。かつては、安藤広重とも呼ばれたが、安藤は、本生、広重は豪であり、両者を組み合わせて、呼ぶのは、不適切で、広重自身もそう名乗ったことはない。 江戸の定引氏の安藤家に生まれ家督を継ぎ、その後に浮世絵師となった。風景を描いた基版画で大人気の画家となり、ゴッホやモネなどの西洋の画家にも影響を与えた。広重は江戸のや四す氏し彦引屋,屋敷の同心、安藤玄衛門の子として誕生。陽名を徳太郎の、後へ、衛門、鉄道また、徳兵衛とも称した。門はもともと田中家の人間で、 安藤家の養子に入って妻を迎えた。長女と次女、さらに長男、広重、広重の下に三女がいた。文化六年、1809年2月、母を亡くし同月父が隠居し、数え13歳で、広重が、引けし同心職を継ぐ。同年12月に父も死去。幼い頃からの絵心が勝り、文化八年、1811年15歳の頃、 初代、歌川報告の門に入ろうとした。しかし、門政満員で断られ、歌川豊宏、1774年から1829年に入門。翌年、1812年に死と、自分から一文字ずつ取って、歌川広重の名を与えられ、文政元年、1818 18年に一遊才の号を使用してデビュー。文政四年。 1821年に、同じ引け指導神の岡部矢左衛門の娘と結婚した。文政六年、1823年には、養祖父、安藤矢方の着手中次郎に家督を譲り、自身は、鉄造と改名しその貢献となったが、まだ中次郎が8歳だったので引き続き、引け指導神職の代番を務めた。はじめは、役者へから出発し、やがて美人画に手を染めたが、 文政11年、1828年、死の豊か、広しぼうつごは、風景画を、主に制作した。天保元年、1830年、一有才から一、有才広しげと改め、花長図を描くようになる。天保三年、1832年、中次郎が17歳で元服したので正式に、同心職を譲り、絵師に先進することとなった。一リッター、 ひとし、一流斎と号を改めた。また立斎とトも合した。入門から20年、死は、豊か広しだけであったが、この頃、王をカウンポについて、難画を収めている。この年、紅葉で、東海道を登り、絵を描いたとされるが、現在では疑問視されている。翌年から、東海道五十三次を発表。風景画家としての名声は、決定的なものとなった。 以降、主樹の東海道シリーズを発表したが、各種の江戸名所シリーズも多く手がけており、共に終作を見た。また、短冊版の課長画においても優れた作品を出し続け、その他、歴史画、ハリマぜ絵、ギガ、ガング絵や春が晩年には美人が三枚続くも手掛けている。さらに、肉筆が肉筆浮世絵、すり物、断線絵、すごろく絵封ほか、 絵本、合刊や教科本などの挿絵も残してる。そうしたもろもろも合わせると総数で二万点にも及ぶと言われている。安政五年没。去年六十二、神はコレラだったと伝えられる。墓所は、足立区伊高町の東学寺。法名は、健康院徳王立最古寺。友人、歌川報告、三代目の筆になる、詩絵、イコールツイートオポートレートのようなも。 本校の画像参照に、自生の歌が残る。あずまじ筆を残して、旅の空西の三国の名所を見ん。死んだら、西方浄土の名所を見て回りたいのい文久年間、1861年から1863年の、江戸日本橋南の絵図によると、日本橋尾が、大賀町、現在の京橋に、広重の住居があり、西隣には、 カノヒサ徳の急遽が印刷されている。その後、京橋市寄りに道路五つほど先の常磐町に移転したようである。自生の区は、であるというが、高台の広重の作ではないかとする見解もある。明治十五年、千八百八十二年四月、門人たちが、墨の江須崎村の秋葉神社に石踏みを混立したが、第二次世界大戦の東京大空襲により破壊され、 現在は残っていない。流行の薬病、これらにより、安政五年、1858年9月6日61歳で、没。墓所は、東京の足立区にある全州東学寺である。歌川広重の作品は、ヨーロッパやアメリカでは、大胆な構図などとともに、青色、特に藍色の美しさで評価が高い。この鮮やかな青は、日本古来の藍。 インディゴの色と間違えられることがあるが、当時ヨーロッパから輸入された新しい顔料である。ベロアイつまり、根性である。木版画の性質から油彩よりも鮮やかな色を示すため、欧米では、ジャパンブルー、あるいはフェルメールブルー、ラピスラズルになぞらえて、広重ブルーとも呼ばれる。広重ブルーは19世紀後半のフランスに発した印象派の画家や、 アール・ヌーボーの芸術からに影響を与えたとされ、当時ジャポニスムの流行を生んだ要因の一つともされている。天保四年、1833年、傑作と言われる東海道五十三寺絵が生まれた。この作品は、遠近法が用いられ、風や雨を感じさせる立体的な描写など、絵そのものの良さに加えて、当時の人々が憧れた外の世界を垣間見る手段としても、 大変好評を博した。この連作の前年の天保三年、1832年、秋、幕臣でもあった広重はつてを頼りに、幕府の一行、大馬神剣の死に加わって上洛、京都まで、東海道往復の旅し、実際の風景を目の当たりにする機会を得た、とする伝承が伝わる。一方、実際には旅行をしていないのではないかとする説もある。また、 同作は、芝交換の洋画を観骨だったいして制作したとする、説もある、元伊豆高原美術館長、大中ジョーンが提唱した。外部リンクに、これに対する否定説を述べた、芝交換作で、広重の東海道五十三時の元へと称する絵について、あり、江戸時代中期には生産力の向上から、都市部では、学問や遊芸、祭礼、年中行事など常任文化が、 活性化し、幕府直轄領時代の開国交付、山梨県交付市でも江戸後期には、華麗な幕絵を飾った盛大な不動訴訟祭礼が行われており、交付商人の経済力を背景に、江戸から広重ら著名な絵師が招かれて、幕絵政策を行っている。広重は、天保12年、1841年に、交付緑町一丁目、現若松町の町人から、 幕江作を依頼され、同年4月には、江戸を立ち、甲州街道を経て、甲府へ向かい、幕江制作のため滞在している。この時の記録が、甲州日記、天保12年牛戸月日々の木で、江戸から旅した際に、道中や滞在中の写生や日記を書き付けられており、現在の八王子市から見た、高尾山、甲府市内から見た、富士山や、市内の海吉光寺、 美野部長の藤川など公衆の名所が太さの異なる筆と墨で描かれており、広重の作品研究に利用されているほか、甲府での芝居見物や接待された料理屋の記録など、近世甲府城下町の実態を知る記録資料としても重視されている。日記によれば、広重は同年4月5日に甲府へ到着し、滞在中は甲府町民から歓迎され、 区会や芝居見物などを行っている。日記は一時中断して11月から始まっており、この間には幕絵は完成し、手付金は5両であったという。幕絵は東海道の名称を描いた39枚の作品で甲府柳町に飾られたという。日記の中断期間中は幕絵制作に専念していた可能性や制作のために、 一旦江戸で戻っていた可能性などが考えられている。広重の制作した幕絵は現存しているものが少ないが、山梨県立博物館には2枚の幕絵が所蔵されており、甲府市の旧家には下絵が現存している。また、幕絵以外にも甲府町人から依頼された屏風絵や襖絵などを手掛けており、甲府商家の大木コレクション、山梨県立博物館所蔵には、 作品の一部が残されている。日記は、交付滞在記録の他会の名所のスケッチも記されており、一部は、国十六系において活かされている。会の資料修正などに収録され、知られていたが、原本は、関東大震災で消失している。発見された、写生帳は、和紙十九枚を閉じたもので、 縦 19.6cm 横 13.1cm3 台、広重が1894年に明治27年死去した直後の海外に流出したとされ、1925年にイギリス人研究家エドワード・ストレンジンが著書で紹介して以来、行方不明であった。2005年にロンドンのオークションでアメリカ人が落札、栃木県中川町、 加藤広重美術館の学芸員が本物と鑑定した。約80年ぶりに発見されたのである。2006年9月5日付、朝日新聞。版画が盛んになって、浮世絵師が版画家になってからは、彩り室を取って紙や絹に立派に描き上げることのできるものが少なくなったが、広重は、版画とはまた趣の違った素晴らしい絵を残している。有名なのが、俗に、 天道広重とも呼ばれる200点以上の肉筆画で、天道藩から依頼されたものである。当時、犯罪性が逼迫したので藩内以外の裕福な商人や農民に献金を募ったり、借金をしていた。1851年、その返済の代わりとして、広重の絵を送った。なお、広重の遠近法は、印象背後の画家、特にゴッホ。 1853年から1890年に影響を与えたことでよく知られているが、もともと西洋絵画から浮世絵師が取り入れた様式であり、先人としては北斎や歌川の思祖とよはる1735年から1814年の浮世絵に見られる。藤掛静也によると、二代目広重は、広重の門人で俗称を森田新平と言い,い、郷を厚信。 1826年から1869年という、初代の養生を立つ16歳と結婚したが、後、慶応元年、1865年妻22歳の時、李縁となっている。その後、しばしば横浜に出向いて絵を売り込み、外国貿易が次第に盛んになっている時期、茶箱、広重の名で外国人に知られた。また、木人知立。 サッチの画像を用いて制作したがその中で、花を主題にした一種の景色が、三十六河川の出来栄えが良く、版元の求めに応じ、大西基盤の縦てに作った。なお、名所井戸百景の中の赤坂霧畑宇宙有形で秀逸な絵を残しており、初代の赤坂霧畑よりも、構図、色彩ともに評価が高い。三代目は、門人の茂正。 1842年から1894年で、俗称は、後藤虎吉である。離縁後のお達を妻とした。郷は一生ひとし。四代目、菊池木一郎は、三代目、夫人、八重子と、清水政府らが相談して、四代目広重を襲名させた。菊池家は、安藤家と親しかったためである。最初は版画を制作し、武者絵などを多く描いたが、 後に書家となった。木一郎は、浮世絵に関する著作を出版している。五代目、菊池虎蔵は、四代目、菊池木一郎の息子が継いでいる。広重の門人には二代目広重、三代目広重のほか宇歌川広重、歌川茂木よ、歌川茂正、京西茂春、歌川茂宇歌川茂春、茂美重家茂久、 重吉、十度氏、志功、歌川義信などがいた。重春は、清水氏で、赤月風とも合し、重春と同一人かとも言われる。重房は本名を吉野勝之助と言い,い、安政の頃に活躍した。各所で所蔵されるが、光線による劣化があるため常時展示はしていないことが多い。日本国内では、に所蔵されている。 国外では2作品がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。